アリエルのグロッドはディズニー映画リートル・マーメイドのアリエルと一緒に記念撮影をしたりすることのできるグリーティングポイント及びこれに付随する子供用の遊び場プレイグラウンドによって構成されるアトラクションである。マジック・キングダムではグリーティングポイントとプレイグラウンドがセットで一つのアトラクション施設アリエルのグロッドを構成している。アリエルに会えるグロッドの周囲は滝になっている。 東京ディズニーシーのアリエルのグリーティンググロッドに比べて滝の規模は相当程度大きい。キャストに頼むと写真を手持ちのカメラで写真を撮ってくれるほか、アリエルと握手やサインなどがもらえる。付随するプレイグラウンド部分は円形で中心の岩の上にアリエルの銅像があり、T 字面が柔らかいスポンジ状になっている。周囲の像などからランダムに水が噴き出すようになっている。 東京ディズニーシーのアリエルのプレイグラウンドの一部を構成するマーメイドシースプレーのような施設となっている。2012年のファンタジーランド拡張に伴い、グロッド部分は新アトラクション、アンダーザシー、リトルマーメイドの旅の横に新設され、プレイグラウンド部分は消滅した。東京ディズニーシーにおいては、マジックキングダムにおけるアリエルのグロッドに相当する。 アトラクション施設は2つに分かれている。アリエルのプレイグラウンドアリエルのプレイグラウンドはディズニー映画リートルマーメイドをモチーフにした散策型アトラクションで9つのエリアで構成されている。アリエルのグリーティンググロットアリエルのグリーティンググロットはディズニー映画リートルマーメイドの主人公アリエルと会うことのできるグリーティング施設。洞窟の中のスペースでアリエルと触れ合うことができ。 写真撮影も可能。カメラマンキャストが撮影した写真は、隣の物販施設、クロットフォートギフトで購入することができる。2020年3月31日をもって、クローズすることになったが、2月29日から、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、東京ディズニーシーが臨時休園し、実質的には2月28日が、クローズ日となった。アリエルのグロットは、 ディズニー映画、リートル・マーメイドの海底世界をイメージした内装で、アリエルと一緒に記念撮影をしたりすることのできる、グリーティングサービスの付随したレストランである。アリエルのグロットのアリエルの、ディズニー・プリンセス・セレブレーションは、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーにあるレストラン、アリエルのグロットで開催されている、ディズニー・キャラクター・グリーティング。アリエルは、もちろんのこと、シンデレラ、ベル、オーロラ、ムーラン、 白雪姫などディズニー映画に登場するヒロインが勢ぞろいテーブルを回ってくるのでサインをもらったり一緒に記念撮影をしたりすることができるなおアリエルだけは専用の撮影場所があるまたここのアリエルは他のパークのアリエルと異なり人間の姿でウェディングドレスを着たハッピーエンディングバージョンとなっている2018年にピクサーが テーマのランプライトラウンジにリニューアル。AB、東京ディズニーシー完全ガイド講談社、東京、2006年、第3版。ISBN4 から06から27万634から2。奥区8583万9385。東京ディズニーリゾートクロニクル35年史講談社、2018年、107ページ。 ISBN 9長7840億6512万385ただし新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時救援のため実質的には2月28日ありがとうございます